俳優の三浦春馬さんが今日午後、東京港区の自宅で首を吊った状態で見つかり、搬送先の病院で死亡しました。捜査関係者によりますと、室内からは遺書のようなものが見つかり、警視庁は自殺を図ったものとみて調べています。